おそ松さんのへそくりウォーズニートの攻防。はい、どうもこんにちは、たかまるかまるです。さあ、へそをやっていきましょう。まずはこちら、シバリアの女房マジャブ編やっていきましょう。まずは情報だね。出現するのは地上と空中で、突撃可能なのが六つ子の妖怪秋祭り昼と夜かな。で、星さんの妖怪、星4の覚醒妖怪、闇妖怪で、今回新しく登場したこれか、なんだっけ、つくも神桜か。そうか、つくも神か、結構いいな。どうしようかな、まあ後でいいや。とりあえずチームはこんな感じになってます。まず1列目、おそ松の四天童子、闇妖怪四天童子。そこそこ離れた敵にも攻撃が届く、攻撃力がそこそこ高い。から松の闇妖怪青ワンドン、チョロ松の闇妖怪大天狗、市松の闇妖怪九尾の狐、十四松の覚醒妖怪犬神。 HP と攻撃力がちょっと高い。第2列目、トド松の闇妖怪化け狸、おそ松の妖怪攻撃力がかなり高い、ただし距離が、攻撃届く距離が少し短い。おそ松の覚醒妖怪四天童子、から松の覚醒妖怪青あんどん、トド松の覚醒妖怪化け狸と、こんな感じかな。アトラクションは地上タイプの攻撃力2つと、トドマツの攻撃力が増えるアトラクション、地上アイテムは AP 最高、強くなる、オートモードはザニトとニート法。ではこんな感じで、シバリアの女房マジヤバ編いくぜ。さあ、やっていきましょう。じゃあとりあえず長兄2人かな、地上と空中いっぺんに出していこう。どうすっかな。じゃあとりあえずチョロマツで先に先制攻撃してほしいもんだけど、市松出しとくか、一応。じゃあとりあえず、こんな感じでいいかな。長兄と外松を中心的に出していって、余裕があったら他も出すみたいな。市松はどうかな、闇妖怪のね、能力はね、そこそこ離れたところから攻撃できるやつだからね。当時はまだね、ちょっと離れたところから攻撃ができるぐらいしかね、なかったわけなんだけども、攻撃力の長いやつは、この闇妖怪が当時はね、一番だったんだよな。今ではなんか、かなり離れたところから攻撃できるやつとかあるもんな、小敷とか。なんかそういうのは甘えなんだよな。闇妖怪が実装されたときは、めちゃくちゃ強いイメージがあったんだけど、他にもね、強い能力とかも発表し始めちゃってるもんな、最近だと。さあ、早いとこ上限まで来てしまった。こっからはもうどうしようかな。長兄と友松だけでいっか。2列目を中心的に出して、1列目はおそ松が出たら切り替えるみたいな、そんな感じかな。しっかりと重始末も出していくかな。さあ、来たザニート。この時に攻めていきたいんだけど、どうかな。ちょっと空中が少ないかな。から松を止まつ、あー、ちょっと空中がやれ始めてるか。トド松がボコボコに最適反撃してる。あ、一松出しちゃったか。もう一松はこの辺にしとこ。さあ、これでザニート2回目かな。さあ、進め。さあ、上限まで来たから、もうここから見るしかないからな。さあ、どうかな。押せてるぞ。よしよし、重始末。いけるか、これは。トド松も出してって、
注意します。一応空中は長剣まだ残ってるから、で十始末でさらに壁を厚くしよう。すぐ追いつかんね十始末は。オッケーオッケー。あー、トドマツやれちゃったか。まあなんとかいけるか。さあここで一気に進んでいこう。さあ地上はなかなかいい感じ。あ、でもトドマツはやれ始めてんな。チョロマツも出すか。すぐ合流できるし。あー、トドマツがやられ始めてる。だから同じく空中も進み始めてるから悪くはないと思うんだけど、あー、ただトトコ軍団がいんのか。なんかまた1マツ出しちゃった。出しちゃってる。やべやべやべ。あ、でも一松の、あー、嫌味のせいか、これは。まずい、逆転してる、地上と空中の進み具合が。さあ、ここでザニート発動。今、どんなもんだ。あー、上限いってる。空中はもう大丈夫そうかな。地上メインに出していくか。ただすぐ合流できるように十始末は出しておこう。 AP はかなり余裕があるからな。うーん、これはどうかな。さあそろそろ合流じゃないや、ザニートの発動が来てほしいとこなんだけど、やっぱり近づいてきて近づいてきて。あ、でも空中は攻撃し始めてる。いいぞ。やっぱり空中は攻撃するのか。実はね、これ何回かロケハンしてるんだけど、空中の方がね、敵陣地にたどり着きやすかったんだよね。まあ一応アトラクションはね、地上のキャラクターがね、攻撃力アップするアトラクションにしてるんだけども、これはやっぱりなんだろうね。途中までイヤミとかさ、ダイオンとか攻撃できて、で倒してたからその分進んでたんだよね。だからその時間稼ぎできたんだろうな。さあもう少しで敵陣地も突破できるな。珍しいね、地上のアトラクションやってんのに空中でとどめを刺すっていうのがね。よーし、 OK。 こういう戦い方もあるっていうのはね。4分53秒。さあやっていきましょう。こちらつくも神桜のステップアップガチャ、これちょっとね情報を見ていきたいなと思うんだけど、これか。特定のシリーズの能力をアップさせる。再出撃の時間がかなり早い。やれた時ザニーとかそこそこ溜まる。 HP と攻撃力がかなり高いっていうね。かっこかっこ結構優秀なね能力を持っているわけなんだけれども、前回つくも、前回つうか普通のつくも神がどういう特徴だったっけな。まあ編集でパッコで出しておくんだけど、このね再出撃の時間が早いのとザニートが溜まりやすいやつは結構強いんじゃないかなと思うんだよね。特におそ松、おそ松っつうか、まあこれか、ホコカツギとカナズツカンカンか。これは結構強いと思うんだよね。おそ松のキャラクターはね、他にもいろんなのがいるんだけど、カラマツのスクープ、カタバオリだったりとか。ちょっと待って、これはいいんだよ、バランスのいいマルチタイプでも。同じおそ松枠であるカナズツカンカンがこれ、カラマツのセリフな、セリフじゃないや、説明になってんだよね。HP が高く、打たれ強い、敵の攻撃を受けても自分の身を盾にして守るって。これは使用？それとも失敗？失敗っつうか、なんだろう。ミスなのかな？へそぼ先生。
これチョロ松でしょ、これ市松でしょ、十字島。ああなるほどね、普通にこの上の天使キラーとか覚醒妖怪とかのね兄弟順のまんまになってるんじゃ。で下のやつもなるほどこういう工夫になっちゃってるんだよね。なるほどなるほど、まあね見た目の目とかでわかるから多分大丈夫だと思うんだけど、さあやっていくか。これどうしようかな。一応見た目で好きなのがこの金槌カンカンと片羽織、花ばさに色眼鏡で十四松のガラシャツと紙袋、どっちも可愛くて好きなんだよな。でトドマツのやつのこの黒帽子と赤い玉、赤い玉だけ空中なんだな。まあ、お粗末かな、このつくも神桜の特徴を見ると。使用、排出確率か。排出確率は、悪魔ライダーが 1.27%、覚醒妖怪、天使キラーが 0.26%、つくも神桜が 0.01%、ヤシナイダーが 0.02%。あれ結構低いな。まあまだ、そっか、ステップ。さあ、やっていきましたね。6体だけど、今回12体だからな。え？ステップ1だぞ。ステップ1だよね。合ってるよね。3体確定？おお、3体来た。まずは、十四松枠が、天使キラー、唐松が、覚醒妖怪、青アンドン、十四松2体目が、覚醒妖怪犬神と。なるほど。さあステップ3じゃねえや、ステップ2だ。何ステップ3って言った？あーこれもそうか、あの前やった。さあやっていきましょう、ステップ2。あこれステップ3までなんだ。前やったあのバレンタインデーの方もそうだったもんな。さあそうだ、危ない危ない。ステップ2の排出率を見ていきましょう。悪魔ライダーが 0.95%、 あ覚醒妖怪もそうか。で天使キラーが 0.94%、 つくも神桜が 0.01%、 ヤシナイタが 0.02%。 さあステップ1ではね、いきなり激アツ演出が来たわけなんだけども、さあこの時も来てほしいな。ここはね最低限2体確定だから。で今激アツ演出来たからステップ3、ん3体以上確定。お？なんか黒いのが出たんだけど。あ、でも関係ないか。黒いのって何？あ、エスパニャンコか。十四松1体目、天使キラー。市松は天使キラー。唐松は覚醒妖怪、青アンドン。十四松2体目が天使キラーか。さあ、ここよ、ステップ3。1体確定だからな。排出キャラも増えると。着物が 2.73%、 スイーツ夏祭り、デート服、ゲスト神話が 2.72%、 悪魔ライダー、覚醒妖怪、天使キラーが 0.99%、 つくも神桜が 0.04%、 や養われても 0.04% か。まあ1体確定だからな、誰が来てくれんのかな。よいしょ、はい、ごめんなさい。ちょっと急に録画が切れてしまいました。今多分、ピン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 つって色が出てるかと思うんだけど、俺今目つぶってるからね。で、それを見ないように、スキップ。さあ、誰が来てくれた？ドン！あー。市松の色眼鏡か。まあ再出撃、まあ市松が確か一番出撃が遅いから悪くはないと思うんだけど、まあちょっと扱いにくいのかな。まあでもね、素の攻撃と HP は高い方だから、まあ市松は HP 別にいらないんだけども、攻撃力がかなり高いやつだから別にいいか。でちゃっかり十四松の悪魔ライダーが最大限界突破してるっていうね。はい、というわけで、さっき手に入れたこちら、つくも神桜の色眼鏡と、あと、ウルチケか、あの、プレミアムシールのどっちかで引き換えた、おそ松のモブスター、同じシリーズキャラの能力をアップさせる、HP と攻撃力がかなり高い、ただし、AP が高く、ちょっと出しにくい、
同じシリーズキャラの攻撃力 HP がそこそこアップする。でそれと今やっている春の道具1パック、まあ6つ5パックのやつなんだけども、あの十四松を買って、それについてきた十四松のスタジャン、特定のシリーズの能力をアップさせる敵陣地に対する攻撃力が究極に高い、 HP と攻撃力がかなり高いと、スタジャンキリシリーズキャラの攻撃力がそこそこアップする。他にもパーカーシリーズキャラ、ラグランパーカーで、どっちも星4の攻撃力がそこそこアップする。でそれとパーカー星4とラグランパーカー星4の HP がそこそこアップする。そのねスタジャン引き換えたわけなんだけども、この3体の説明を見て今日は終わりたいと思います。おそ松モブスター、大富豪の六つ子の長男、オソワルド・マッツの裏の顔、乾いた瞳のままチェーンソーで切りかかる残虐な男と暗黒街で噂されるが、その本当の姿を見た者は少ない。通称スケルトン、姿の見えない棟梁。はあ、大富豪ってやつは星4あったけど、星4じゃない、星3か。でこのモブスター、大富豪、星さんの大富豪が表で、でモブスターが裏の顔ってだもんな。あんまりねストーリーとかちゃんと読んでないから、あんまり世界観わかんないんだよな。でチェーンソー持って切りかかる。これなんだっけ、モブスターの攻撃モーションってそれぞれ他のシリーズの何かと似てるんだよな。これなんだったっけな。でやりゃこんな感じか。でボイス、死亡がレアボイス。待たせたな、この野郎。あばよ、やれやれ、ぶっ飛ばせ。やっぱ俺のおかげっしょ。あ、明日から本気出す。十四松スタジャン、松野家の五男、ニート童貞、明るく楽しく元気よく。はい、十四松です。これ確か3期の六つ子の紹介だったよな。いいね、元気だね。お、腕回してあー、これなんだっけ、ラジオ体操のやつだったっけな。あれは2期だったよね、確か。2期のやつをこの3期新衣装のスタジャンでやるんだ。で、吹っ飛びもね、この3期のやつなんだよな。ボイス、攻撃やレアボイス。おはよう、スパイラル。ドゥア、またな。気合だ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 。すっげえ僕たち。なになに、勝ったの負けた、チクショー。これつくも神その他扱いなんだね。六つ子扱いかと思ってたわ。色メガネ、かっこ桜、桜吹雪とともに現れた古いメガネが化けた妖怪、色のついたガラス越しにいぶかしそうな目つきで人間を見てくる。昔はこのメガネ越しに誰がどんな光景を見ていたのだろうか。花びらを追いかけて上機嫌だ。おお、移動して、お、ああ、桜の花びらを見てね。あー、いいね、かわいい。なんだ、ちょっとドラゴン的な感じがあるね。でやられでいなくなってしまうと。ボイス、なーし。